岸田総理大臣は内閣支持率が低迷する状況を踏まえ、年内の衆議院解散総選挙を見送る意向を表明しました決断の背景について、国会記者会館から中継です年内の解散を視野に布石を打ってきた岸田総理ですが、肝入りの所得減税が評価されず、副大臣などの辞任も相次いだことで苦渋の決断を迫られた形です。 今朝口をま一文字に結んで厳しい表情で官邸入りした岸田総理は次のように強調しました。まずは経済対策、先送りできない課題一つ一つに一先進取り組んでまいります。それ以外のことは考えておりません。 決断についてある政権幹部は経済対策に集中するためだ今がデフレ脱却の正念場で乗り越えなければ逆戻りになると説明しました野党から攻勢を受けていることや年内の政治日程がタイトになったのも影響したとみられます岸田総理の今後の戦略ですが周辺は中東情勢など来年は外交の嵐が吹き荒れるとして 首脳外交に注力しし支持率をを反転させる考えを示しています解散のタイミングは来年度予算成立後の春から秋の総裁選の前後が有力な選択肢となりますがそれまでに政権の信頼を回復できるかが焦点となりそうです。